皆様こんばんは。東京歯科大学の菅原と申します。聞こえてますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。はい。えー、まあ今回あのこのようなあの機会をいただきまして誠にありがとうございます。あのいつもあのホライズの方々、杉本先生ですね、えー、新庄さんあと谷口さんの、ああ他のおスタッフの方々にもお世話になっております。ではあの早速でありますけれども、お私所属しております東京歯科大学でのおこのマル <laughs> を含めた 3D テクノロジーのお話を少しさせていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。えー、今日お話しさせていただく内容としては、歯科での、あ歯科特に私、航空外科ですので、航空外科での使用、あと、まあ、教育に関してはです、ね、この後私と一緒に研究しております小谷先生からお話しさせていただくことになると思います。あーまあ、私が、まあ、MR とか VR とかってのに興味を持ったのは、えー、実は2016年の <laughs>。 サカナクションのライブにですね,ってですね、えー、行きましたでその時にすごくいろんなこうテクノロジーを使って演出をしていたのを見てこれ人に当てたらなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども実は調べてみたらもうその時杉本先生はあプロジェクションマッピングをすでにやられてたということでしたでまあ航空歯科というところに関しましてはやはり、えー、狭い領域でございまして、えー、これ を使って手術ができるのかどうかということを考えたときに次のことを次のテクノロジーは何かないのかなというふうに、えー、疑問を持っておりましたでそのときですね、えーまあ、いろんな方に声をかけてみたところですね青森県で開業されている歯科のですね、えー、我々の東京歯科大学の OB の梅原先生という先生が杉本先生とつながりがあったということで、えーまあ、騒いでみたらですねこう杉本先生までたどり着いたというところなんですけれども そのきっかけがございまして、2017年11月に航空機関の領域、この時もまあおとがい形成ですね、この前の,あのカンブリア宮殿の時もおとがい形成をさせていただきましたけれども、初めてホロレンを使って手術を行ったということがきっかけでございました。で、あ歯科における 3D テクノロジーということなんですけれども。 まあ、あの私より、えー、皆様の方がですね実際、えー、航空以下の領域以外のところでの,の 3D テクノロジーの方がよっぽど進んでいるとは思うんですけれども、このような形で、す、ま、べ、あ、てのものが PC につながって、いろんなものが作り出されているという状況かと思います。で、実際、スコーパスを用いて文献検索してみますと、もう,う2014年ぐらいからですね急激に、えー、この CADCAM 技術を用いたものだとか、3D テクノロジーというのは論文でも多く。 報告されてきているわけでありますえー、私が所属する東京歯科大学というのはまあ、ファブラボ TDC とファブリケーションラボラトリー TDC というものがございましてこちらは2013年に、えー、開設設立しております国技が領域だけではなくてですね主に補鉄、まあ、保存まあいろんな領域の先生方とコラボレーションしながらあそのセンターで、えー、研究を行っています えーまあ、一例ですけれども、補鉄学校座から出されているものであれば、3D プリンターで作った電池の制度やあ、光学印象の制度、あとはあメタルフレームの制度ですね、こういったものも研究としてやられています。それではあの本題でありますけれども、航空機科領域のお話をさせていただければと思います。えー、先ほどお示ししししたたファブラボを用いいままててて、えー、過去にやっていたこととしましては よくもうこれはもう何年も前からやられていることではありますけれども、CT データを用いまして、えー、バーーチャルオペレーションを行ううとということです1、えー、つ、これはあの、額変形症の手術、浄化鎌骨形成術の手術をお示ししたいと思いますが、あこのような形で、えー、変異が大きい方で、どこの部分に骨がぶつかっているかっていうのを、まあ、手術前に確認することができているわけですね。 でえー、逆側のような形で、えー、こう骨が余るというような場合はあその通りに骨が余っていることはわかるということで有益ではございましたけれどもなかなかこのバーチャルオペレーション,上オペレーションで出たものをですべ、ね、て患者には、えー、反映することはできないというのが現実でございました。 そこでまあ今、現在行っていることですけれども、まあ、3D デバイスを用いてバーチャルオペレーションを再現するということ、そしてそこに MR 技術を応用することによって、さらに精度を高めるというようなことを行っております。3D デバイスです。3D デバイスを用いる必要性ですけれども、従来のこのルホールワンの骨切り術といわれるものは、ですね、印象を取りまして、 上能化学のフェイスボトランスを行ったあと、ね、バイトプレートを作って手術を行っていきますので、こういった技巧操作での差、誤差が出ます、あと特に上顎骨の位置決めというのは、術者の経験に依存するところが非常に大きいということがございますので、まあ、普遍的で精度の高い手術をするためにということで、デジタルテクノロジーを応用ししままた。た、ま、ずそののめにここ 3D デバイスです、ね、を用いることとしました。 えー、3つのパートに分かれておりまして、えー、交互面を引記しております、スプリントデバイス、そしてカッティングデバイス、上顎骨を切り離すためのカッティングデバイス、そしてリポジショニン,デョニングデバイスといわれるものを作っております。えー、CT データを元に STL 化しまして、えー、あとは光学,印象やああ光学印象から取ったデータをですね重ね合わせることによって、えー、交互面を再現します。 で2のようにスプリントデバイスを用いて、われわれのデバイスはですね、ここに特徴がございまして、このスプリントデバイス一つでですね、カッティングデバイスとリポジショニングデバイスを入れ替えて使うことができるというようなテクニックを使っております。実際出来上がったものはこんな形ですけれども、先ほどの FabLabTDC と言われるもので、すべて学内で作成しております。 そして最終バイトですね、上腐膜骨血流術は最後、腐膜骨を動かしますので、そのときに用いる最終バイトも自前で作っているというところでございます。えー、こちらはあの受注の写真になりますけれども、上顎のカッティングガイドを設置して、骨を切りましてで、ダウンフラクチャーですね、上顎骨を落とした後にリポジショニングということでしているという状況になります。 まあこの方法はですね、えー、非常にまあ精度は高くなるんですけれども実際、えー、この上顎骨の切っている前の面からしかあ見ることができないわけですね。そうすると本当に後方平面の傾きが治っているのかあとは後方平面の急支部の居場ができているのかという確認というのがなかなか実注にはできませんのでこの技術に加えてホロレンズを使ったということでございます。えーこれがまああ 2つのテクノロジーを用いて作った、あ上顎骨形成術であります。データを取得しまして、カッティングデバイスを設計いたします。で、打ち出しまして、それと同じでですね、同時にこのような形でポリゴンを作るということです。で、この2つのテクニックを用いまして、シューズを行って、3次元的な評価を最終的に行うというような形で進めております。えー、ここで代表的な症例をお示ししたいと思います。 顔面非対称症で化学前凸症ということで、動かし方としては、えー、上顎不足を2ミリ上げて、左を2ミリ下げるということ4ミリのチル、えー、度があるということですね、関東がある。と。で、化学骨も成虫がずれていて、かなり、えー、後方に下げながら回転するという症状です。まあ、CT を取りまして、その時にまに造影の CT を取っておりますと、おこのような形で、えー、し血管を病出することができます。まあ、これは後ほどお話ししますけれども、精度の問題ではなくて、安全性につながるわけですね。 このような形でやっていきます。バーチャルオペレーションで、上顎骨、下顎骨を切り離しまして、予定の位置に動かすと。上顎骨を2ミリ下げて、これを2ミリ上げていますで。下顎骨はかなりの量の回転がかかっているという状態で、側棒で見ますと級の、スケルタル3級の骨格的ながくぜんとが治っていると。これを術やに反映しようという試みであります。スプリントデバイス、カッティングデバイス。 そしてリポジショニングデバイスと、あとは MR のマッチングデバイスというのを設計しまして、ポリゴンを作成します。受注の写真です、カッティングガイド、先ほどのこのデバイスのところは同じですけれども、このような形でセッティングしまして、えー、化学の腫瘍にも用いております。えー、この型はですね、化学の歯肉癌ですね、えー、T2N0M0 と言われるものでして、えー、この部分的なものであるんですけれども、えー、画像的にはこのような形で、 えー、肉下状の種類を形成している化学肉画でした化学の歯肉の手術は何が問題になるかというと悪性、まあ、しようといってもですね、まあ、もちろん取り切ることがぜ前提なんですけれどもその後の神経の症状とかそういったものも考慮しなきゃいけないわけなんですけれども、ね、こちらを薬にするために、えー、MR を用いております。 こちらは切除範囲の設定なんですけれども、もちろん取り残すことなく切除範囲を設定するわけですが、その際に、えー、青色で示している化学管ですね、この化学管の位置関係というものを3次元的に描出しております。こちらが強速、こちらが絶速になります。えー、それで、えー、交合させた状態の方が安定しますので、カッティングデバイスを交合させた状態で作りまして、えー、このような形でガイドでここに。えー 超音波メスを使ってますけども、超音波メスを差し込めばあそのまま予定通りの手術範囲が決められるというようなデバイスを用いるまたあそのカッティングデバイスに差し込み型のこのレジストレーションマーカーを入れ込むことによって従中に、えー、確認ができるというような設定をしておりますこれが実際のデバイスになりますけれどもおこれが速報管ですねこれは広報面管で、えー、装着したところなんですこれはあの レレジストーーーションマーカーです。先ほどの外科矯正手術のものと同じになります。まあ謝辞になりますけれども、私のお話は以上になるんですけれども、私はあの東京歯科大学の航空病態学校の片倉というものの下におりまして、あと私と一緒に研究してくれているのがあ小谷先生です。それとですね、解剖学の松永先生、あと小高先生、放射線科の小高先生という先生と、まあ、チームで、アブラボチームと言われるもので、えー、いろんな手術や 3D テクノロジーを用いて、国、え、有、ー、化手術に適用しております。